とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。ここで波乗りだ。おーっと、このポケモンではまずかったが、試合開始早々いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでケイシーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと、分身を作り出した。おっと、ステルタックル。おっと、分身が消えてしまいました。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、分身を作り出した。激しい攻撃。ここで分身の体力が尽きた。白熱したバトルが続いております。おっと、分身を作り出した。これはどうだ。おっと、分身が消えてしまいました。両者とも大健闘です。勢いのある攻撃、小さなダメージ。いった、いい感じの当たり。ここでダウンです。残りのポケモンの数に差がついております。ここでプリンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おお、激しく当たった。さあ、ここでよし、ヒット。さあ、両者とも体力は互角。激しい攻撃、大きなダメージ。あーっと、ガラス来たか。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで波乗りだ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、にらみつけた。おっと、防御力がダウン。両者とも大健闘です。激しい攻撃、狙い的中。あーっと、使ったか。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでディグダの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。これはどうだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。
あっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでズバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでジルバンブルトだ。効果は抜群だ。あーっと刺激で倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。指示が出揃って、さあ手始めに。よし当たった。おっと毒毒攻撃。さあ毒で少しずつ弱らせる。白熱したバトルが続いております。両者向き合って、さあこれはよーしヒット。砂をかけた。おっと命中率がダウン。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、ここでポケモンをチェンジだ。ここでピカチュウの登場だ。さあこの場面です。いい当たり。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあ今度はよし、ここで10ダッボルトだ。重傷にヒット。あっとさあ来たか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでピッピの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、大きなダメージ。さあここでまずまずの当たり。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。もしかかった。いい感じの当たり。あーっとダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでポケモンをチェンジだ。おっと毒を食らっていますが大丈夫でしょうか。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで竜の怒りだ。激しく当たった。ここでダウンです。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでロコンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。さあこれはきつい一撃。
に潜ったぞ。白熱したバトルが続いております。戦う構えに入って、これはどうだ。おっと、これは外れ。さあこの場面で、よし当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ今度は、よしヒット。激しい攻撃、鋭い当たり。あーっと、しかしたか。ここで試合終了。